日本埼玉県上尾市上尾村上尾村は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは上尾地区で分類されている。郵便番号は362-0013。全国でも珍しい上司として末尾に自然村由来の村がつく地名であり、自治体としての市の管轄下に存在する村として知られる。江戸期には中仙道の宿駅である上尾地区が置かれていた。 埼玉県東部で上尾市中央部の主に大宮台地上に位置する。町域の東側を平塚や上尾地区、南側をに次ぐ、西側を本町や西木町、北側を南安谷と隣接する。町域の西段を芝川やその支流が流れ、上流から一本過ぎ、東橋、矢竹橋、岡橋がかかる。町域の中央部のやや北側を、 古式や吉田通線が東西に通る。芝川やその支流周辺を除き市街各域の工業地域や純工業地域に指定され、全体的には主に住宅地が広がっているが、一部工業地や生産力地,地地区として農地も見られる。かつては芝川流域周辺が水田や工作地で北部から南東部にかけて雑木林があった。雑木林の名残が、 上平公園の触れ合いの里として残されている。芝川流域沿いに指定されている市街化調整区域内には住宅も見られるが、学校施設や消防署などの公共施設が立地する。縄文遺跡である向原遺跡の一部が地内にかかり、カソリー遺跡の土器片が発掘されている。あげおじ名彩江図元は、江戸期より存在した武蔵国足立群はあげおりに、 属する上尾村であった。遠方年間頃に、江戸初期より存在した上尾町より、旗本三市の所領の関係で、上尾塾や上尾下村と共に分村して成立した。村高は、元禄豪町では204国余り、天保豪町では373国余りであった。1828年の個数は105件、人口は435人で、村の規模は、 東西24町、南北20町ほどであった。上尾村は、上尾下村に大衆上尾上村とも称された時期があった。また、上尾塾のうちに、上尾村のまとまった飛び地が、現在の上町のあたりに存在した。返上院の門前のあたりは、中仙道の宿駅である上尾塾にもかかり、上尾塾の火宿と呼ばれた。1875年の農業産物校は、 武蔵国軍村氏によると、米85国、大麦400国、小麦116.2国、大豆71国、小豆21.5国、栗100国、寒暑1万5千貫、巻、里芋1万巻であった。障子はすべてが大技揚げ尾軸と揚げ尾村にまたがって区域が指定されているため、双方に同盟の小技がある。 2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は下記路線バス利用で高崎線上尾駅である。駅まで遠くと保険ではない。地区内に国道や主要地方道、一般県道は通っていない。上尾駅から 平塚住宅周辺への路線バスが運行されている。地内に神社や寺院は存在しない。かつては孫社の氷川社のほか明治期に孫社の氷川社に合祀された新名社や稲荷社、及び明治期に氷川沼神社に合祀された氷川女大社や浅間社などがあった。寺院は新義新言衆の返上院のほか次元寺などがあった。ありがとうございます。